どうも皆さんこんこにちはチャクバスです今私はですね東京の六本木に来ておりましてちょっとね何も映ってないと思うんですけども本日はですねリッツカールトン東京に来ておりますちょっとねホテルのね正面玄関がね、えー、人がね結構いらっしゃいましたのでちょっと今ね端っこで撮影させていただいておりますで今ね午後の2時半ということでチェックインねできるかどうかわかんないんですけども、えー、ちょっとねチェックインしていきたいなぁと 思いますということで初めてね私リッツカールの東京ということでかなりね楽しみにしております、えー、どんな感じでねマリオットモームプラチナステータスね得点利用できるのかかなり楽しみですということで行ってみたいと思います それでは無事チェックインすることができました。今回ですね。こちらですね、五三ゼロ七です。ではね、ちょっとね、暗いんで綺麗に映ってないかもしれないですけども、いきたいと思います。よいしょ。おお。おお、広いですね。 いや今回ですね、チェックインの際に、えー、お話をいただきまして、えー、クラブデラックスルームということでアップグレードいただいておりますいやーすごい、いやーすごいですね広いですどうしましょうか、どっから行きましょうか景色もすごい綺麗そうですねちょっと今カーテン映ってて見えてないと思うんですけども一つずつ見ていきましょう右から行きましょうか こちら側にですね机と、えー、あと電話と、まあ、ここは仕事ができそうですねこんな感じで、えー、メモ帳とかもありますねでここにね USB とあここにコンセントですねで反対側にね USB もありますちょっとそちら後で見つけますねでさすがリッツ・カルトンっていう感じですねここら辺にアルコール消毒スプレーとマスクがね置いてありますで反対側に行くとですね こっち側に usb と ac のコンセントね。コンセントかなりあれですね。3つありますね。はい、ちょっと懐かしいね。3色ケーブルとかもね。あるんですね。まあ、これはね今もかなり見なくなりました。けれどもこういうのがあります。で、ベッドですね。よいしょ全体が入るかないやあ、ギリギリかなり大きいです。こんな感じになってます。こちら側には？ 読書棟のスイッチがありますねその下にティッシュがあってで目覚まし時計と USB のねポートが分かりますこれ USB のポートなんですよ <laughs> 斬新これは初めて見ましたね追加したみたいな感じなんですかねはいでこちらにねおしゃれなこれはラジオあラジオっぽいですね はい、かなりおしゃれな感じのねラジオがアンテナもねこんな感じであるんですよはいでベッドのね枕は4つでベッドのね上もねこんな感じでかなりおしゃれですねでは反対側いきましょうかで反対側にはですねこんな感じであカーテンもね自動なんですねはいこんな感じでね読書灯と カーテンレースカーテンとかね全て日本語で記載がありますね。でメモ帳と電話と読書等ですね。あります。でこちらですね。いやー窓がね大きくて景色がね見れそうですね。で窓の前にですねソファーが一人掛けのソファーが2つあってテーブルがね1つあります。こちらもねいいですね。ゆっくり景色とかもね眺められそうです。では景色見ましょうか。 カーテン開けますということでカーテンを開けましたこんな感じになってますいやーめちゃくちゃ綺麗ですねいやすごい綺麗多分あのちょっとね綺麗に映ってないかもしれないですけどレインボーブリッジとかもね映ってるんですよ多分あれレインボーブリッジだよな <laughs> ちょっと間違ってたら申し訳ないですけどでね窓の前にねこんな感じでビューマップってのがね置いてあるんですよ綺麗に映ってるかな これはいいですねこの見えてる場所はね東京タワーだったりレンボーブリッジ等々がね全部記載があるんですよいやこれはね非常にわかりやすくていいですねよいしょそれではね次行きましょうそれでは次にですね窓の横にはですねこんな感じで、えー、ランプがあってその隣にねクローゼットがありますかなり大きいですね開けちゃいましょう 開けると上に毛布ですかねこれはあとハンガーですねで下にですねこんな感じでシュークリーンですかねはいあるんですねあ靴磨きサービスってのありますねはいこれはあれなんですかね有料なんですかねちょっと後で調べてみたいと思います多分有料だと思うんですけどどうなんですかね で引き出しには、ですねこちらパジャマですね、結構しっかりしたパジャマが入ってますね、リッツ・カールトの名前も入ってます。あとランドリーバッグと右側が金庫になってます。クローゼットの中はね、以上ですかね。それでは次にテレビですね、テレビかなり大きいですね。こちらはソニー製ですかね、はいソニー製のテレビがあります。で引き出しには何かか入ってるんですかねよいしょ 引き出しにはねなんだ DVD プレーヤーが入ってますねはいこれはかなり珍しいですねびっくりしましたいや今時 DVD プレーヤーが備え付けられているっていうのは、ね、結構斬新ですねでですねクローゼットがもう一つありましてこっち側にはですねバスローブがね入ってますあとハンガーがあって上にはねこれは お布団とか枕とかの追加部分ですかねあとね下の方には荷物を置くやつとスリッパはね備え付けられておりますわざわざねこれクローゼットが2つあるっていうのはね結構びっくりですねであとねここにこれはスーツをかけるやつですかねはいちょっと私にはわかんないですけど多分そうだと思いますではこっち側に行きましょうでこちら側にはですねお水と、えー、ネスプレッソですかね コーヒーセットがあります。あとお水が缶なんですね。最近このリッツカールトンは缶になったんですかね。でここにねどうぞゆっくりお過ごしくださいということでこれは何なんですかね。欲目あなんか食べ物なのかなはいクッキーがね備え付けられております。でこちらはミニバーですね。よいしょ。うん 引き出しにはですね、こちらは、えー、緑茶とかこちらはカモミールあとはコーヒーとかですかねあこれ全部ティーですねはい入っておりますでこちらにミニバーがありますこちらもちろん有料ですはいかなり高そうなウイスキーですかねあります あと下の方にねグラスと氷入れ,やつ氷入れるやつとかねありますでこちら側がまたミニバーですねいやーすごいですねびっしり入ってますねもちろんこちらは有料っていった形になりますそれでは水回りの方行ってみましょうはい行きますいやーすごいですねはいこれねここに一つあるじゃないですか 手洗うところはい。したらですねこちらねもう一つあるんですよこっち側にいやこれはすごいですねいや本当にね贅沢っていう感じですねはいということでこっちで見ていきましょうかねこっちにはね拡大鏡が左側にねありますでこんな感じになっておりましてリッツカールトンということでアメニティはこちらアスプレイでしたっけこちらのアメニティとなっております でですね、引き出しを開けるとこんな感じでねアメリティが入っております。シェービングクリームからねマウスウォッシュ一通りね揃っております。いやかなりきっちり入ってますね。シェービングクリームもねめちゃくちゃ大きいですね。で下にタオルがあってゴミ箱ですね。はい、でドライヤーが入っております。ドライヤーね中見ていきましょう。こちらがドライヤーです。これですね。 ちょっとね読み方がいつもわかんないですねレプロニーザーいいんですかねはいこれね高いんですよ <laughs> すごいお金の話をして申し訳ないんですけども一回ね調べたらね5万億とかそのぐらいするんですよねこのドライヤーこちらはね備え付けられております、えー、備え付けられてるものはねこんな感じになっておりましてあとシャワーブースですねよいしょこんな感じになってますあ開くかな 下が入りましょう、えー、シャワーブースがねこんな感じになってまして可動式のシャワーですね1個ありましてで上にね固定式のシャワーがありますいやいいですねこちらね洗い場と、えー、バスタブがね独立してる感じでいいですねでアメニティはねこちら側にセットがされておりますブランドはね先ほどと一緒のアスプレイがね一緒になってますでこちらがねお手洗いですかね はいこんな感じになってますいや珍しいですね電話がついている <laughs> 久しぶりに見ましたね電話前どっかのホテルでついてましたよね電話 <laughs> はい多分これね緊急用だと思うんですけど最近はかなり少なくなってきましたねではバスタブですこんな感じになってます一見ね狭いように見えて壁の後ろ側にこんな感じでちょっと広がってるみたいな感じですねはいちょっと入ってみましょうかね えではねバスタブに入ってみましたいやかなり広いですねはい私17567ぐらいあるんですけど足届かないですねはいちょっと足長い人だったら届いちゃうかもしれないですけどかなりねゆっくり入れるのではないでしょうかいやかなり広くていいですねで言い忘れたんですけどもこの湯船のところにもですね石鹸とこちらバスルトがね備え付けられておりますあとねこっち側に 枕ですよね多分こちらもねセットされておりますでですねゆうべね出たところにですねこんな感じでリッツカールトンのねバスローブが置いてありますどんな感じなんでしょうか私ねバスローブ絶対使うんでかなり楽しみにしておりますではこんな感じですかねということで今回ねリッツカールトン東京ホテルですね一泊ねお世話になりますでルームキーがですねこんな感じになっておりましてかなりかっこよくないですか はい、東京って入ってましてで裏にですねこんな感じでリッツ・カールトンっていった形でね入ってるんですよめちゃくちゃかっこいいですねこのルームキーねちょっとね薄いブルーみたいなねそんな感じなんですよねいやかなりねかっこいいですよねこんな感じになっておりますでルームカードはですねまたこんな感じでねはい黒い感じでねこれもかっこいいですよねセットするとねこんな感じになりますで今回ね 宿泊しているのは、こちらに記載されている通り、5307っていうね客室なんですよね。で、こちらはね、何ビューになるのかな。ちょっとどっち側のビュールームなのかちょっとわかんないですけども、ベイブリッジとかね、東京タワーとかも見れるね客室っていた形になります。で、こちらの客室はですね。 ククララブレベルルのデラックスルームとということで、本来ここね現金で宿泊するとクラブラウンジのねアクセスがつく客室っていう風になるわけなんですけども今回ね私はマリオットボンベホテルのプラチナステータスのね特典でアップグレードしていただいてこの客室っていう風になりますんで特にねあのラウンジアクセスはねついておりませんでこのリッツ・カルトンのねクラブラウンジね利用したい場合は 現金でねそのラウンジアクセスをつけるかこういったねクラブルームをもともとね予約していただく必要がありますで今回ですねちょっと聞いてみたんですけどもやはり緊急事態宣言が解除されてかなりホテル混雑しているということでラウンジアクセスねつけれませんということで本日はね 利用でできなないっって言った形になるんですよねちょっとね残念なんですけども、まあ、ちょっとね利用料金を聞いてねびっくりしたんですけど週末ね3万8,000円かかるんですねこのクラブラウンジのアクセスつけるのがいやねかなりびっくりしました、まあ、私ニューヨークのリッツ・カールトンでラウンジアクセスねつけたんですけども、まあ、それでもね1泊300ドルぐらいだったんで3万23,000円とかだったんですよね。まさかね東京のののリッツカールトンンラウンジアクセスの週末は1人、ね、38,000円 追加費用が、ね、かかるっていう形になるんですよねね、いや、ね、かなりびっくりしました。で平日だとですねもうちょっとお手ごろになるということで2万8,000円だったかなちょっと詳しくは字幕出しておきますけれどもまあそういった感じでねクラブラウンジアクセス券のね基本的に有料っていった形になりますんでこちらねプラチナでもチタンでもアンバサダーでもですねこのラウンジアクセスねするにはですね 有料っていった形になりますんで、まあ、こちらねマリオット・ボンボイのねステータス特典としてねリッツ・カルトンはねあのラウンジアクセスつきませんのでえこういったね感じになります。で今回ですね私は先日ね動画解説ね出させていただきましたけどもウィーク・オブ・ワンダーズっていうね今マリオット・ボンボイのねキャンペーンがねやっておりますよねそちらでで、えー、今オフピーークのキャンペーンペが、ね、やってるんですよね。 オフピークのポイントで宿泊できるキャンペーンがねやっておりますよねそれをあの発表を見てですねちゃちゃっと撮ったんですよねですので今回このリッツカールトン東京で、ね、一泊ね週末にもかかわらず7万ポイントでね宿泊することができているんですよねいやかなりありがたいですでこちらはですねもともとねポイントで取るとデラックスルームっていうね客室になるんですけどもこちらねクラブレベルのデラックスルームということでまあ、現金決済はですね11万円ぐらいになるんですかねまあでも ラウンジアクセスがね私の場合ついておりませんので、まあ、それを考慮してもまあ1泊8万円ぐらいいいののね客室ににななるのかなという,ふうに思まます、まあそれでもですね今回7万ポイントでね宿泊させていただいておりますんでかなりねありがたいっていった形になります。でこの景色ですよねちょっとねまた後でね見ていただきたいなと思うんですけどもいやね ベイブリッジも見えますし東京タワーもねちょっとね工事で隠れてるんですけども見ることがねできるって言う形になるんですよねということで多分ねここ今ね目の前に工事やってるんで多分このビルがねできたら多分リッツカールトン東京からね東京タワー見えなくなっちゃうんですかねまあこれはちょっと残念ですけどまあこれはしょうがないですかね残念ながらね今本当に東京タワーの目の前で工事やってるって言った形であの 骨組みがちょっと見えるぐらいねまあ、そんな感じになってるんですよねまあでもねまあ、それ以外のね景色もかなり綺麗っていう風になりますしこの5307っていうこの客室なんですけどここね最上階っぽいんですよねいやかなりねありがたいですよねびっくりしましたあの一番上のねボタンあ最上階なんだと思ってかなりねありがたいですねでですねこちらの客室ねあの案内していただいた時にこれ映るかな はい、ちょっと写んない方写真出しておきますけども、こんな感じでね。はい、絵のね。入ったあの客室のね。説明書きこれすごい可愛いですよね。こんな感じでもらえるんですよ。なんだろうと思ったらね。あの説明でかなり可愛いですよね。で、あとはですね。特にあるかな？ はい、特にはねねないですか、ね、それではですねマリオット・ボンバーホテルのプラチナステータスの特典なんですけどもまずねレイドチェックアウトががね利用すすることができますでレイドチェックアウトはですね16時まで本来利用することができるそうなんですけども残念ながらですねかなり混雑しているということで明日はね14時までね利用することができます。ででそれ以外にですね いろいろなものからねチョイスできる特典がありましてちょっとねあのチェックインの時に口頭でババッと言われてしまったので全部をねメモ取りきれなかったのでこちらについてはね帰り詳ししくね解説したいいなと思いますで私が選んだのはホテルクレジット3,000円分ということでそちらをねチョイスさせていただいたんですけどもこのリッツカルトンっていうのはですねプラチナスステータスでも 朝食はね、つかないっていただきになっておりまして、朝食はね、有料でつけようかなというふうに思ってたんですけども、明日はね、かなり混雑するっていうのはね、あのチェックインの人に案内いただきまして、まあ今回ね、朝食いただくんですけども、インルームでね、いただきたいなというふうに思います。まあそこでね、3000分のホテルクレジットを使って、まあそれ以外はね、現金決済しようかななんていうふうに思っております。まあ、それ以外ですね、プラチナステータスとして、この客室ですね。 アップグレードしていただいたって言った形になりますまあ今日のこところはですねまぁ、あ、ラウンジはね今回利用することができないって言った立ちになりますのでちょっとね簡単な動画レビューになってしまうかなというふうに思うんですけどもこちらね一泊お世話になろうと思いますラウンジの部分はねまた次回ね宿泊しに来た時にですねレビューね出したいなと思いますひとまずですねちょっとゆっくりしつつですね仕事ねしていきたいなと思います Thank you それではですね夜になりました今ね7時半ぐらいなんですけどもチェックインしてからですねちょっと仕事をしつつですねゆっくりしてたらもうねこんな時間になりましたいやねこの時間になるとですね非常に綺麗ですねちょっとね後で明かり消してねあの景色の方ね楽しんでいただきたいなと思うんですけどもまあ、今もね薄く東京タワーはね見えているかなと 思いますちょっとね昼間はですね工事がここからねまっすぐ工事してるねビルがあってあんまりね確認できないんですけども夜になるとですねあの東京タワーのねライトアップが非常に綺麗に見えてこちらね東京タワービューのね客室だったんですね。いや非常に綺麗でねとてもいいいですということでちょっとね明かりを消して 夜景の方をね。皆さんにお見せしたいなと思います。それではですね。明かりを消して、今ね夜景の方をベッドから映してるんですけども、もいやめちゃくちゃ綺麗ですね。近づいてみましょうか？いやー、すーごい綺麗ですね。いかがでしょうか？こんな感じになっております。いや東京タワーがね。バッチリ見えますね。いや非常に綺麗ですね。 横から見るとね、こんな感じで、夜景がね、バッチリ見えるんですよ。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。どうでしょうか。でですね、真下を向くとですね、これはこれでまたね、東京の六本木のね、夜景がこんな感じでね、バッチリ見えるんですよ。いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。 ちょっとね、画面越しで映ってるかわかんないんですけども、首都高ですかね、そこを走ってるのが、車のライトがね、非常に綺麗にね、見えております。いや、客室からね、この景色が眺められるって非常に贅沢ですね。いやめっちゃ綺麗です。ということで、今ね、ちょっと外を撮影してて戻ってきたらですね、タンダンサービスがね、 されておりましたねお水がこういった形で枕元にね用意されていてチョコレートとかもね置いてあるんですよ非常にねいいですねでベッドの下にはですねこういった感じでスリッパもね用意していただいておりますいやウン,ンサービスもねバッチリですねまたですねベッドのね前にはこんな感じでねランドリーバッグとかのセットも用意していただいておりますこちらもねタンウンサービスの一部となっております でですね、こちらに氷のセットが、ね、用意されておりますこちらもね担々サービスの一部といった形になります。ということで本日の方はねこんな感じで休みたいなと思います。いやね客室からねこの東京タワーがねライトアップしてるのがね眺められるっていうのはね非常に贅沢ですよね。いやちょっとねベッドに入ってねゆっくり眺めながらね休みたいと思います。 この客室に入った時には東京タワーはねちょっと工事で見えないのかななんていうふうに思ってたんですけどもいやね夜になったらねライトアップでバッチリね見えることができるということでかなりいいですねちょっとねゆっくり眺めながらね休みたいと思います。 朝になりました今ですね朝の6時ぐらいになりまして今ねホテルの前に出てきたんですけどもここはねミッドタウンの入り口でホテルのうちね本当にそこら辺にあるんですけどこれもね広場になっていて非常に気持ちいいですねお子様とかねあの一緒の方はねかなり一緒に広場でね遊べるんではないでしょうか昨日もねかなりたくさんのね家族連れの方がね遊んでいらっしゃいました で、今回ね、えー、朝食はねホテルのインルームダイリングで、ね、利用しようと思っておりますので、まあ、もうちょっとしたらですね客室の方に戻ってね朝食いただきたいと思いますいやね今日はね日曜日の朝ということで人もね全然いないんですねはい非常に気持ちいい朝となっておりますそれでは改めましておはようございます今ね、朝の7時ぐらいで、 今回ですねリッツカールトンブレックファーストね注文して今ねインルームダイニング到着しましたいやねめちゃくちゃ綺麗ですねこのホテルねちょっとご覧いただけたらなと思うんですけどもいや朝焼けもねめちゃくちゃ綺麗ですしまたね今日ちょっとね晴れてまあ、晴れるうち曇りみたいなね、まあ、そんな予報なんですよねですんでねこの雲の隙間からね太陽が差してるみたいなねそんな感じでとてもね景色 いいですね。ということで早速ね朝食お見せしたいと思います。と、え、い、ー、ではですで、ね、こちらが朝食になりますリッツ・カールトン・ブレックファーストということでこちらがリッツ・カールトン特製ポーチデックということでこれがね結構有名みたいですね。ですのでこちらいただきましたあとねあとね付け合わせでベーコンとフルーツちょっとね画面から外れてしまっているんですけどもこちらにねパンがあります。 こちらねパン自体は自分で選ぶっていたた形になっておりまして私はねクロワッサンとライムギバーをねチョイスいたしました今ちょっと冷めちゃいましたけど来た時はねかなり熱々で、えー、到着しましたという感じであとはですねこちらがコーヒーでちょっと端っこに映ってますけどこちらがオレンジジュースですねこんな感じになりますでですねこちらが洋梨のねスムージーって確か言ってたと思うんですけども こちらね本当に係の方がこちらまで運んでいただくんですけど目の前でシェイカー振ってねくれるんですよねかなりびっくりしましたはいということで朝食ねいただきたいと思いますそれではいただきたいと思いますいやーまずやっぱこれですかね洋梨のスムージーいただきますああこれ冷たくてめちゃくちゃうまいですねこれ これ多分、ね、ホテルのサービス的なやつで多分頼んだ人みんなに来るんですかねあのメニューにはね書いてなかったんですよではポーチードエッグいいいたただきたいと思いますちょっと、ね、食べ方が分かんないんです,すいませんけどスプーンでねいただいちゃいますね、うん、これって何で食べるのが正解だったのかいただきますあ美味しいですねこれね初めて食べました私ポーチードエッグってこちら自体はじゃがいも特製の機械で泡状にした まあ、お料理っていう説明をね、いただいたんですよね。初めて食べました。いや、非常に美味しいですね。これね、はい。あとはこちら。カリカリベーコン。うん、あの、付け合わせをね、なんか選んでいただくみたいなね。そういった感じで。まあ、ソーセージとかね、チキンとか、チキンやったかな。ソーセージとか。えー、ソーセージベーコンとか、いろいろあったんですけど。まあ、今回、私はね、カリカリベー、まあ、ベーコンをね、チョイスしました。 まあホテルの朝食といえばっていう感じがしますよねではベーコンいただきますうんこれめちゃくちゃうまいですねうんじゃあ次フルーツいきましょうか見てくださいこのフルーツいいですねこれはドラゴンフルーツってやつですかねああとイチジクとオレンジグレープフルーツパイナップルあとマスカットですかねこれは何でしたっけキイチゴみたいなねはい いた,だいただきましょういただきますまあフルーツは間違いないですね美味しいですあとはねパンです今回クロワッサンとライムキパンねチョイスしましたどうでしょうかいただきます美味しいこんな感じでですねいしょこんな感じでねジャム めちゃくちゃたら行くんですよねこれはオレンジかなはいブルーベリーイチゴアプリコットいやすごいはいこういうのねつけていただいてもいいんじゃないでしょうか私はね結構食パンそのまま食べちゃう人なんですけどはいすごいしいいですよねでバターもねこんな感じで <laughs> これすごいですよねこのバターね するかな。はい。こんな感じでくるんですよ。チーズかなって思うぐらいのサイズですよね。これね。<laughs> まあ、そんなことはさておき。次クロワッサンいきます。いや、クロワッサンめっちゃうまいですね。うん。本当に、の外サクサクで、中しっとりで。ほんのり温かくてね。ねまた、美味しいです。こちら。オレンジジュースです。こちらもね。あの、グレープフルーツか。 オリンジューセチョイスといった形ですねうんあめちゃくちゃ美味しいではあとはチョコクロワッサンですねこれ間違いないですねめちゃくちゃ美味しい以上ですかねあとはねゆっくりいただきたいなと思うんですけども非常に美味しいですねはいということであとはサクッとねいただきたいと思います とということで朝食ね食べ終わりました非常にね美味しかったですね今回ねリッツ・カールドン・ブレックファーストということでこちらね価格は5,500円ということで結構ねお値段はしますよねでプラチナ・セーダスの方はですねウェルカムギフトでホテルクレジット3,000分っていうのがねチョイスすることができますんでまあだいたい2,500円ぐらいでねまあいただけるのではないのかなと めます個人的にはね結構大満足だったんですけどもまあ結構ね朝からがっつりいただくっていう人だとちょっとね物足りないかもしれないですね私はね結構お腹いっぱいになったんですけどもパンとかもねあのセットメニューって頂きになるんでちょっとね朝からたくさんいただく方はね物足りない部分もあるかなと 思いますでですね本日の方は午後ね14時までねレイトチェックアウトを利用させていただけるっていうふうになりますんでもうひと頑張りね仕事しつつですねゆっくりしたいと思いますいやね本当にこの景色ねめちゃくちゃいいですね。でホテルの方にね聞いたんですけどもまあ昨日ね正面見せた時にちょうど東京タワーがね目の前にビルが あっっっててう、まあ、うまくく見えなくなったっていう感じのね話をしたと思うんですけどもこのリッツカールトン東京からですね東京タワーねバッチリ見えるスポットだったんですけども目の前にねビルが建ってしまったということで出来上がったらですねほとんどね見えなくなってしまうっていうね話をされておりました。ということでちょっとね残念なんですけどもこのねリッツカールトン東京からですね東京タワーはねほとんどね見えなくなってしまうんですねいやこれね。 初めて知っったたので結構びっくりしましまねちょっとリッツカールトン側からすするとねね結構残念な話ですよ、ね、あの東京タワービューみたいなね、まあ、そういった感じで、まあ、販売してるかどうか分かんないですけども、まあ、希望されてるお客様はね絶対いらっしゃったと思いますんで、まあ、それがね綺麗に見えなくなってしまうっていうのはねちょっと残念ですね。ということで午後2時までねレートチェックアウトをね利用できますので、えー、しばらくねゆっくりしつつ仕事ね頑張りたいと思います。 とということで今ね午後の12時ぐらいでまだね時間があるんですけども仕事がねちょっと一区切りしましたのでコーヒーでもね入れて飲みたいと思いますこのリッツカールトの東京からのねこの景色本当にいいですねちょっとこれをね見ながらね仕事してたんですけど本当に気持ちがよくてねはい、とてもいいですね。 ということでコーヒー入れましたすごい優雅ですねこのコーヒーカップ高いんでしょうね <laughs> いただきますうまいですねであとねこちら客室に置いたってやついただきたいと思いますアーモンドクッキーなのかなシガールって書いてありますねこういうやつですね見たことあるこういうやつ見たことありますねこれおいしいやつですねはい せっかくなんでコーヒータイムしたいと思いますうまいですあ、いいですねちょうど合いますコーヒーとこのクッキー でですね、私の客室からはですね、まあ、東京タワーね夜は綺麗に見えたんですけども、まあ、昼間はねちょっと工事現場で結構ね遮られちゃってる感じでちょっと見えづらい感じなんですけど客室によってはですねスカイツリーがね綺麗に見える部屋も あるみたいですね。いいですよねちょっとそういう部屋もね今度泊まってみたいですねここもね、あのー、昨日ね夜あの映像ね見ていただいたと思うんですけど非常に綺麗だったんでちょっと違う景色もね見てみたいですよね、まあ、今回ね「クラブランチもね利用できなかったんでちょっとまた平日にでもねリベンジしたいなというふうに思いますねじゃあひとまずちょっとねコーヒー飲みつつゆっくりしてパッキングねしていきたいと思います。 ということで、今ね、一時過ぎになりましたので、そろそろね、チェックアウトしていきたいなと思います。今回ですね、リッツカールトン東京ね、一泊ね、お世話になりました。いやね、非常に良かったですね。ちょっとね、プラチナステータスで、あの、朝食とかはね、つかないんですけども、やっぱりね、このリッツカールトン東京ね、サービスがすごいですね。ちょっとね、アイフォンのコードとかをですね、充電器に挿して、机の上置いてたんですよね。で、昨日、ターンダウンで帰ってきたらですね。 あのこういっれねリッツカールトンの名前が入ってるね何て言うんですかマジックテープみたいなねこういうのがあるんですけどこれでねちゃんとコードをね縛っといてくれたりねこれかなりびっくりしたんですけどこういったねきめ細かいサービスもねあったりしてあとね水が減ってたら水が足されてでコーヒーマシンのコーヒーの水が減ってたら足されてみたいな本当にねサービスがね本当にきめ細かくて。 かなりりびっくししましたねあのタンダウンの、ね、サービスは今までね私受けたことあるんですけどもここまでねきめ細かいサービスっていうのは正直初めてかもしれないですねこのリッツ・カールトン東京ホテルねハマる方ね結構いらっしゃるみたいなんですけどもその理由がね分かった気がします。でですね今回私はマリオットボンボイのプラチナステータスということでステータス特典ね受けさせていただきまして3,000円分のえー ホテルクレジットを選択しましたで選択肢としてはですねちょっとね先ほど確認したんですけどもえ朝食30%オフもしくはえスパ15%オフあとねあとあとねチームラボっていうこちらね美術館のチケットらしいんですけどもこちら1枚ね 選択することができますもしくはですね季節のフルーツもしくはマリオットボンボンホテルポイントを500ポイントということでまあこの中からですねマリオットボンボンプラチナセータスね保有されている方は一つね選択していただいて利用していただくっていた形になりますまあねあの私もね朝食にしようかなと思ってたんですけども本日ねかなり混雑してるっていうのを昨日ねチェックインの際に伺ってまあそんなにねあの混雑してるんだったらインルームでいただこうかな っていう形で今回ねリッツカールトンブレックファーストを客室でねいただいてまぁ、あ、それにね3000分ホテルクレジット当てたっていう感じですねまあこちらはねまあ人それぞれねあの好みがあるかなというふうに思いますので朝食会場でねゆっくりいただきたいっていう方もいらっしゃれば3000分のねホテルクレジットっていうふうになりますんでちょっと高いですけどもねあの冷蔵庫の中のねミニバーとかもね あちょっとね利用することができるのかななんていうふうに思いますので、まあ、そういった使い方もねいいのではないかと思います。 ととといいいいううここでで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います私はですねまたねマリオットホテルヒルトンホテルまたね月額制宿泊サービスのハフをね利用してホテルレビューねまた出していきたいなというふうに思いますので気になる方はね是非ねチャンネル登録しておいていただければなと思いますということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。それでではままたた次の動画でお会いいたしましょうババイバイ